中島飛行機、半田製作所全体計画図。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。滑走路、工場等を重ね合わせ。中島飛行機、半田製作所は、かつて愛知県半田市にあった航空機メーカーである。職住一体となった全体計画では、現在の半田市官庁街と旧亀崎町の大部分を占めるものであり、一つの地方自治体並みの規模を有するものであった。後身は輸送機工業。1945年以降については、この輸送機工業を参照のこと。1937年の綿花、羊毛、木材を対象とした輸出入許可規則、スフコン要令を発端として、半田市周辺の主要な地場産業であった織物業、晒し木綿業が不況に襲われた。それ以外の地場産業も、市制執行時から1939年にかけての時期に好調であったのは籐、飼料業と酢の生産くらいであった。同じ醸造業でも、清酒醸造は深刻な不況に直面し、半田市当局と半田の政財界は工業誘致に活路を求めた。注目されたのは軍需産業であった。1940年、半田商工会議所は名古屋と東京の資本金500万円以上の株式会社80社へ工場誘致の勧誘状を発送し、半田市も工場誘致に力を入れ始めた。また同年、衣ヶ浦総合港湾計画が内務省土木会議の臨海工業地帯造成計画に取り入れられると、半田市は関係7町村の担当者を半田市役所に招き、衣浦港湾規制同盟会を結成し、臨海工業地帯造成の具体化を図ることになった。一方、中島飛行機は太平洋戦争直前の1941年には、太田、小泉、武蔵野、玉の核製作所と太田飛行場を持つ我が国屈指の航空機メーカーとなっていた。戦時体制の中、特に海軍からは航空機の大増産が要請されることになった。この海軍の計画は中島飛行機が当初予想していた規模をはるかに超えていた。そこで新しい工場の建設を迫られた中島飛行機はこの機会に箱根以西に新しい拠点を設ける方針を固めた。当時、関東地区の飛行機会社は名古屋以西に進出しない。名古屋地区の会社は名古屋周辺以西に伸びること。という軍の指導方針があり、東海地方、近畿地方にも多く協力工場を持っていた。中島飛行機はどうしても箱根以西に新工場を持ちたいという強い希望を持っていた。三島市、静岡市、浜松市も候補地となっていたが、これらの候補地はいずれも不調に終わった。中島飛行機が工場用地の確保に苦労していた頃、知多半島東岸地方では海軍航空隊をどこに置くかと問題が持ち上がっていた。この候補地の一つとして、半田市乙川地区の海面埋め立て地が保留地となっていたが、水面の面積不足の理由で結局講和町に決定した。海軍の講和町への配中島飛行機には海軍から半田が保留解除になったことが知らされた。中島飛行機が用地を探していることを知って、半田市は市長、市議会議長の他地元の有力者を加えた大調査団を群馬県の太田町や小泉製作所に派遣し、慎重な調査をした上で中島飛行機の新工場建設に全面的に協力することを決定した。当時の乙川地区は海面を埋め立てれば希望するだけの広さの工業用地を確保できるということの他に、冬は北西、夏は南東の季節風が吹き風向きが安定していて、飛行場の設置に都合がいい部品を作る協力工場や下請け工場が得やすく労働者を確保しやすい波静かな衣浦湾に面しており水上飛行機の発着にも適しているなど、工場用地として非常に優れており、好条件に恵まれていた。こうして中島飛行機の半田進出が決定した。半田製作所用地として中島飛行機が購入した土地は約85万坪。場所は乙川で国道247号以南の地全部と同国道の北側では竹豊線までの間若干。買収業務は、半田市当局が担当し、登記事務は、中島飛行機で行った。ちなみに本工場と飛行場予定地は、大正時代に堤防を作って開拓された土地で、入植した小作の努力の結果、昭和の初めには、郡一の美田と評されるまでに改良された水田地帯に仕上がっていた。ここでいう郡とは、もちろん、知多郡のことだが、当時の知多郡は、現在の名古屋市緑区である、大高町や有松町以南の尾張地方を指すのであり、その広大さの中で評された点を留意すべきである。1942年6月15日、中島飛行機内に、半田製作所建設委員会が発令された。最初の建設事務所として、東海銀行半田支店の2カ所の旧支店を借り入れした。なおそのうち1カ所はもっぱら附属病院の開設準備に使われ、後に敷地内の空き地に木造2階屋を新築して、附属病院の診療所となった。工事請負は一括して清水組であった。清水組としても、半田製作所は特に膨大な施設で、清水組の東京支店直轄工事として、社員70名の他に、多数の臨時社員を使用して、この大工場の建設に当たった、としている。清水組の初期着工準備、新造の1000馬力サンドポンプ船の来着、送水管の初期設定の完了の後、新築工事地鎮祭が行われた。新築工事地鎮祭は1942年8月20日、場所は、工場敷地内の中央西より国道247号線近くの38号棟予定地と定め、質素ながらも厳粛に神事を取り行い、サンドポンプ船の総泥噴出を狂乱したという。地鎮祭後、用地造成は清水組のサンドポンプ船6隻による海底の土砂の積上げと阿久井町、横松の山土の運搬で行われ、約2メートルほどかさ上げされた。工事を急ぐ郡からは、水田は30センチメートル程度埋め立てればよいと言われたが、愛知県の許可が下りず、約2メートルのどもりとなった。このおかげで以後この工場は水をかぶるようなことはなかったが、工事がなかなか進まないこともあって、付近の紡績工場を買収、借用を行った。なお、38号棟完成後は、建設事務所を38号棟内に移した。一方で1943年中に初号機を半田製作所から飛ばすことが市場命令とされていたため、組み立て工場と滑走路の建設が先となり、周囲の道路などは後回しで、部品や材料を運ぶには泥田を渡っていかなければならないような状況だった。そのため半田製作所の従業員はカンカン照りの日でも常に長靴を履いていなければならなかったという。また、本工場内の建物はジグを取り付ける関係上、基礎はしっかりしていたが、屋根は杉皮吹きだけのところもあったという。工場及び付属施設の計画は、陸地68万5千坪の地盛りかさ上げをし、海面埋め立て地46万5千坪の造成を行い、合計115万坪の内約35万坪は工場用地として使い、約10万坪は病院や養成学校に充て、残りを飛行場として利用しようというものであった。工場用地内には、工場、倉庫、事務所など7万7千坪が建設され、飛行場には幅約70メートル、長さ2540メートルの南北滑走路と1790メートルの東西滑走路が作られる予定だった。完成施設1977年当時の輸送機工業付近の空中写真。この写真の範囲がほぼ旧中島飛行機、半田製作所本工場の範囲に相当する。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成本棟は最初に完成したので、この東部の番取職場の大部分を環状攻撃機天山の翼組み立て職場に転用した。半田製作所本工場での全体組み立て作業米軍から亀崎エフィールドと呼ばれた半田製作所の滑走路跡。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成未着工または未完成施設旧市街を除く大塚和地区一帯と亀崎地区の一部を含む約164万坪を対象とする都市計画が立てられた。この計画の中で中島飛行機は8つの住宅地に5000人分の住宅を作り、21郡1万5000人分の独身寮を確保することになっていた。福利厚生施設として、付属病院と生活協同組合の売店が計画されており、従業員に牛乳と肉を供給する専用農場の設置まで考えられていた。完成施設未着工施設その他、上池住宅区の北部の高地には太田に倣って、社員クラブの開設も計画していたが、全くの夢物語に終わった。大正時代の東洋紡績株式会社知多分工場、後の中島飛行機山形工場、全体計画図上の A。山形工場というのは、当初の半田製作所新設計画には入っていなかったが、転用すれば即戦力になることに注目して、買収を申し入れて入手した工場。当時、半田製作所本工場の南に阿久井川を挟んで、隣接していた東洋紡績の知多工場がそれである。当時の東洋紡績では企業整備令により、こちの工場、四日市戸田工場の最新鋭機をここ、知多工場に集約し、工場がようやく全面稼働を始めたところでこの買収申し入れがあったため、売却は到底考えられないとの回答だった。その後何回となく会談が行われたが、主張は、平行線のまま時が過ぎたが、ある日一転して買収が決まった。東洋紡側からの売却条件は次のようだった。以上の資産を1700万円で譲渡するとのことだった。このような条件で買収問題は解決した。なお第7項のポンプ場、送水管及びこれに関する一切の権利は、後年半田市の要望により、半田市に移譲された。この山形工場入手により半田製作所が本格的に生産を始めた時は仕上げ部品、溶接部品、動工部品の部品工場、主翼桁職場、塗装と塗金及び燃料層の防弾加工等の特殊加工工場、天山胴体、組み立て職場、彩雲胴体組み立て職場、彩雲翼組み立て職場等の職場を展開できた。また食堂はそのまま直に開設できたし、寄宿舎もそのまま、徴用工用に使用できた。吉野工場、内山工場の賃貸。2から3回社長の自宅に伺っただけで、賃貸の件をまとめることができた。契約期間10年、返還の際は、中島の責任において復元するという条件だった。吉野工場は製図上、彩雲の翼の組み立てと部品の製造。内山工場は、本工場建てや完成前の準備作業を完成後も木工場として使用された。阿久井町食台にあった続き紡績食台工場は昭和17年以前は免職不工場だったが戦局の進展に伴い人手不足や免紙の輸入源が影響しさらに追い打ちをかけるように食器の供出も始まった。そのような状況の中、賃貸借契約が結ばれた。その条件は次の通り、入手した工場は早速改修され、部品工場となった。大正時代の香富昇ビール、株式会社半田工場、後の中島飛行機両倉庫全体計画図上の T、半田市、榎木下町にあり株とビールを生産していた、大日本ビール、半田工場も中島に買収された。半田へ進出した中島の従業員は、毎月増加の一途をたどっていたので食料保存用の倉庫が必要となり、特に大型の冷蔵庫が欲しかったので、社員寮を含めて医療倉庫として買収された。買収金額は450万円ほど。買収後、この工場には厚生課の本拠が置かれた。給食に必要な副食物、調理用の燃料等の調達、7つの寮の管理運営の一切。105号棟に設けた理髪室等、慰問班、貸し出し文庫等は、厚生課の担当だった。かさ上げ工事の証拠とされる、小津川駅前の坂道半田製作所の資金市にあった竹豊線小津川駅は1933年12月7日、無人の簡易駅で開業していた。一方で、半田製作所が生産活動するには、材料、部品、支給品等の鉄道輸送が不可欠だった。尾津川駅からの専用側線引き込みの手続きを鉄道省に申請したところ、尾津川は駅ではなく信号所であり、信号所からは専用側線は出せないとの回答だった。正式の駅にできない理由は、尾津川から阿久井川鉄橋までの距離が短く、今の勾配では客車を連結した列車を牽引して、蒸気機関車が登りきれないから停車できない、つまり、機関車が止まれないから駅にはできないとのことだった。当時、尾津川にはガソリンカーしか停車できなかった。そこで、機関車が止まれ、正式の駅になれるように、尾津川駅一帯を土盛りして、高低差を少なくすることになった。費用一切を中島が負担して、半田市と連名で所定手続きの上、かさ上げ工事を実施、駅舎も新築した。同時に、貨車留置線も他車線設けて国鉄へ寄付した。この尾津川駅かさ上げ工事には、海底からの泥は使えなかったため、横松地区からのケーブルを用いた、盛土運搬によったという。現在も残る駅舎前の急坂は、尾津川駅のかさ上げの証拠である。尾津川駅は1944年4月駅本屋新設営業開始、ホーム延長及び貨物側線新設、1945年5月、中島飛行機専用戦車扱い貨物の取り扱いを開始した。天山、彩雲の生産機数1944年1月から終戦に至るまでの間に、半田製作所は政府発注に1411機に対して1417機の機体を生産した。生産が開始されフル操業に入るに従い、1944年5月までの間は生産能力が高まり生産数は増加した。1944年6月には彩雲の生産を始める準備のため生産が減った。1944年12月の東南海地震。このことが1月の生産減少をもたらした。その後の急速な復旧によって3月の総生産数は140機を超え、半田製作所の月間最高記録となった。半田での3月の生産は、その月の日本の航空産業総生産の約 7% を占めていた。1945年5から6月、生産数はかなり減少した。その理由は、生産を天山から彩雲に切り替えるので設備の転換を決めた結果、生産が減ったことにもよる。だが主としては、部品の供給が一時的に滞ったためである。7月には、その障害が取り除かれたが、7月の空襲によって、生産数は減少し続けた。1945年1月には、アルミニウムの所要量を減らすため、胴体部のアルミニウム板の代用品として鋼板が使われた。その結果重量は10から 15% 増加した。ほぼ同じ頃、翼の先端部や操縦席の軽基板には金属の代わりにベニヤ板が使われた。同様にニッケル、クロム、マンガン等が一層乏しくなってきたので、シリコンマンガン鋼やニッケルクロム鋼の代わりに炭素鋼が使われた。代用品を使うことについては、海軍の推薦によるものであったから、製作所自身は何ら代用品を使うことについて、実験を行わなかったという。当初の計画では、全体組み立てが終わると飛行機は本工場の真東に、伸びる直結道路を通って飛行場まで運ぶことになっていたが、本工場内の埋め立て工事が完成していなかったため、その直結道路も使えなかった。そこで代わりに使用したのが、現在の国道247号線だった。国道の幅は最初は15メートルしかなかったが、これでは飛行機が通らないので16メートルを中島が寄付して31メートル幅の道路にした。その時飛行機を飛行場まで運んだのは牛だったという。なお飛行機運搬に使った道路幅は、現在の247号線にも踏襲され、本工場跡に面したところが幅広となっている。本工場内の飛行場は離陸専用だったため、半田で完成した飛行機は十分整備の上、当初ここから鈴鹿航空隊へ、後に岡崎航空隊に空輸して、再度十分に点検整備の上、海軍の領収検査飛行を受けて合格、海軍への納入手続きをして、引き渡しを完了する手順であった。なお米軍は戦争中、半田製作所で、天山、彩雲のほか、ルーフやジーク生産の情報を得ていたが、いずれも戦後間違いであったことを確認している。艦上攻撃機天山1943年1月末に主要建物を建て半田製作所開設となったが、飛行機の生産はまだだった。1943年9月に至り、小泉製作所で生産中の艦上攻撃機天山の半田移行が予定に従い、実行された。半田での職場配置は、部品工場、胴体組み立て職場、塗装等特殊作業工場は買収した山形工場に、翼組み立て職場は本工場に A 棟東端北部に、正型工場は計画通り5号棟西部に開設し、全体組み立ては暫定的に5号棟西部の南寄りに展開。半田第1号機は1943年12月8日に完成。終戦までに月産最大90機、平均月産49機、総生産機数は977機となった。艦上偵察機彩雲彩雲は日米開戦後に試作命令が出て、設計、試作合格、量産化して戦力となった唯一の海軍機だった。通常試作機は諸性能が要求を満たしているかの試験飛行用に8機生産が普通だが、半田製作所の工場建物の完成との関係もあり、引き続き量産機を20機、計28機までをそのまま、小泉の試作工場で生産し、以降が半田で生産された。半田での生産機数は小松の13機を合わせて440機。半田第1号機は1944年6月に完成。1945年になると軍需省から内命が降りていた工場疎開の話が具体化し、1月には彩雲の生産の一部が小松市の疎開工場に移された。陸上攻撃機連山天山、彩雲の生産の他に4発陸上攻撃機連山の生産計画があり、工場には原寸大の胴体模型が置かれ、製図作業が半田高等女学校で進められた。しかし、材料不足などの理由で計画は中止になった。なお試作機は、中島の小泉製作所で4号機まで製造された。当時連日のように新聞紙上に掲載された、半田製作所の求人広告の霊天山の生産を始める頃、小泉製作所からの転勤を募ったが、経済統制下、未知の土地で不安から転勤を希望する人が集まらず、第一次生産要員は500人ほどだった。米軍の報告書によると雇用に関して、次のようにある。1943年12月の徴用工の入職に至るまで従業員の増加は緩やかなものだった。1944年の初めには徴用工の増大と最初の動員学徒のために全従業員数は激増した。1945年2月には全従業員数28,569人でピークに達した。1944年6月には2交代制が取られた。しかし1944年10月において 2% 以下というごく少数の従業員だけが夜勤で働いていたに過ぎない。1944年11月には3交代制が取られ、1945年5月まで続いた。3交代制の最盛期だった1945年1月には全体の 5.5% が夜直で 4.5% が深夜時間で働いていた。一方で、勤務に関して、始業が7時30分、理由があれば定時上がり自由だったが、2時間の残業が、普通で4時間残業も、珍しいことではなかった。日曜、休日全くなしということもあった、とする証言があり、また全員泊まり込み作業がしばしば行われたという証言もある。徹夜作業といっても、夜食後、午前3時4時に作業から上がって、入浴、仮眠させなければ、体が続かないので、山形工場の寄宿舎と浴場が、徹夜作業者用に充てられたという。徹夜作業をすると、夜中の12時から食堂で食器に一杯の雑炊が出た。それを目当てに希望者が多く、交代制にしたという証言がある一方、1945年1月だったかに自家製、3自家製勤務と言われ、約1週間実施したが不都合が多く、すぐに全員手綱を超残業制に戻したとする証言もある。一方で、給料の支給額は当時としてはかなりの高額であったという。太平洋戦争開始後、軍需生産の増強と労働力不足によって、徴用動員の適用が急速に拡大された。多くの半田市民が中島に徴用されたほか、県外からの遠方応徴使も増える。特に、京都の西陣織関係者、約2000人が1943年頃集団で、半田に動員された。その他、群馬、埼玉、新潟、朝鮮半島環境道などからの応徴使も多かった。敗戦時の記録では、半田製作所への徴用者数は4731人とされる。宿舎には、当初、寺院や、紡績工場の寮が充てられ、やがて家族を持つ徴用者のために住宅地が建てられたが、不十分であった。東南海地震では17人の応徴使が犠牲になった。中島飛行機、半田製作所の従業員数1944年3月の閣議決定により、中等学校3年生以上の生徒と、旧制専門学校、高等学校、大学の学生は原則として4月から授業を停止して1年間、工場、軍事施設、食料増産に動員できるようになった。いわゆる学徒勤労動員である。10月には、中等学校低学年と国民学校高等科の少年少女たちも動員できるようにされた。1945年2月の半田製作所の総従業員数は 28,569 人で、あり、そのうち、学徒数は約12,000人で 42% にあたる。卒業や引き上げで減少した1945年8月でも、総数26,000人のうちの約10,000人、39% であり、東海地方では最大の学徒工場だった。愛知県には、他府県の学徒が約20,000人の大量動員されたことが特色だが、中島飛行機、半田製作所はさらに特別であり、動員学校68校のうち43校約 7,000 人が県外動員だった。100人以上の学徒派遣校は次の通り。作業の内容は一般工員が行う多種多様の身体労働。胴体や翼組み立て、部品や計器類の偽装、部品の整理、部品溶接、部品型抜き、部品削り、塗装、防弾ゴム針、足、滑車等の取り付け、電気、進捗係、検査、製図、プレス、農園。東南海地震では、山形工場で86人、芦屋工場で10人、7.24 空襲では、平地女子寮で直撃弾を受け14人が犠牲となった。死傷者になるほどの重傷を負った生徒も多い。地震以後は、半田高等女学校の生徒は学校に戻り、学校工場で敗戦まで働くことになる。1944年5月、学校工場化実施要項が制定され、半田高等女学校も第一次学校工場の指定を受けた。学校で中島飛行機の部品生産を行うことになり、校舎の北側に工場を急増し、校長を工場長とする独立工場の体裁を取った。作業は骨組みだけの。なお、当時動員学徒だった有名人に田村隆弘がいる。新聞紙上に掲載された半田製作所の求人広告の例。挺身隊に対する呼びかけとなっている女子。勤労挺身隊は農村の娘たちを役場からの指名で動員されたものと高等女学校の新卒者を対象とする。1944年8月に女子挺身勤労令が勅令として公布されて、以来急増。半田高等女学校の1944年3月の卒業生のうち進学者を除く全員が中島に動員された。1945年3月の卒業生は、前年から学徒として工場に動員されていたので、身分上は学徒として継続された。敗戦時に中島には2127人の挺身隊員が在籍。一番多かった作業は、胴体や翼の組み立て作業でリベットを打ったり、当て板で支えたりという身体労働だった。遠方からの隊員の宿舎は、ほとんどが平地女子寮だった。東南海地震では3人が犠牲、7.24、空襲では平地女子寮で直撃弾を受け14人が犠牲となった。1944年12月7日午後1時36分、志摩半島の南南東、約 20km を震源地としてマグニチュード 8.0 の昭和東南海地震が起きた。半田市は震源地から 160km 以上離れていたが、震度は6以上だった。各地に地割れが発生し、阿久井川と半田港に囲まれた低湿地帯では、液状化現象の発生を示す噴砂、噴泥、噴水があった。干拓地である山形新田、亀須、新田、高守新田に被害が集中し、中島飛行機山形工場などが倒壊した。半田市内の死亡者は188人だったが、そのうち153人が中島飛行機で働く人々だった。そのうち96人が動員学徒、37人が従業員、17人が徴用工、3人が挺身隊の準。山形工場では約130人の犠牲者を出した。見ると、つい今まで無数に立ち並んでいたレンガ壁の工場の建物はことごとく崩れ落ちていて、あの広大な中島飛行機、半田製作所山形工場は一望の廃墟と化し、その彼方に今は江川堤の松並木が黒々と見えていたという。吉野工場では20数人の犠牲者を出した。機械工場と仕上げ工場が崩れ落ち、ついで隣の木造工場が砂煙を上げて倒壊した。本工場では地盤が沈下し液状化現象も発生したが、鉄骨造りの建物だったので倒壊は免れた。ジグなど飛行機生産施設には甚大な被害を被ったが、死者はなく、数十人の負傷者で事なきを得た。救出活動や遺体の搬送は、当時、中島に派遣されていた400人近い整備兵などの軍隊と清水組の下請けの朝鮮人労働者が当たった。犠牲者が多く、しかも火葬場が壊れたため、遺体は隣接の茶炭墓地で野焼きにされた。丘のふもとに溝を掘り、藁や木材を並べた上に遺体を置いて点火した。しかも警報が出るたびに作業を中断するので、全部終わるのに、丸2日間かかった。ちなみに、東南海地震によって、名古屋市内でも大きな被害が出たが、死亡者は半田市より少なく、121人だった。1945年1月13日、マグニチュード 7.1 の三河地震が発生。この時は、工場建物の被害は軽微だったが、ジグに狂いが生じ、生産に大きな障害となった。地震で甚大な人的被害を出した半田製作所であったが、1月から生産を上昇傾向に戻し、月産生産台数の最高記録は、地震後の1945年3月に出す。熟練工となった学徒が卒業で半田を去る直前の月だった。1945年3月、中島飛行機は軍需交渉となる準備のため大騒ぎとなった。一般従業員にとって全く唐突なことであり、服務規定の制定、組織編成の策定、人事資格の決定などの仕事に振り回されることになり、従業員の作業意欲を阻害する面が大であったという。4月1日に第一軍需交渉の完成が敷かれ、半田製作所は第一軍需交渉第三製造省となった。そして第三製造省として組織編成が制定交付されたのは6月1日だった。軍需交渉になったからといって特に仕事がやりやすくなったわけではなかった。ただし半田製作所にいた若い将校ら軍人たちからの口出しが少なくなり、自主的な規律が守りやすくなったことは確かだったという。理由は、半田製作所の諸職員が官制上、上位の位についたためである。所長は省長となり少将総統官、部長は参事、または一等技師主事となり、大佐中佐総統官、課長兄から三等技師主事となり、大尉中尉総統官と従来威張っていた中、少尉の監督官補佐や管理官が位負けになったからである。憲兵文献隊長に至っては5兆に過ぎないから、言われる余地はなくなったわけである。政府の勧めにより1944年12月には、半田製作所の疎開が計画されたが、1945年7月より前には空襲がなかったことから警戒心も生まれず、実際の疎開措置は終戦までの間、大規模に行われることはなかった。岡崎、小松、伊那の3つの主な疎開工場が計画された。以前から半田で完成した飛行機を引き渡していた岡崎工場では、彩雲の月産20機が可能な最終組み立て施設を1945年10月までに完成させる予定だった。長野県の伊那分工場は1946年3月操業を見込み、完成時点では月産50機の彩雲組み立てが十分可能な設備が活用できるはずだった。小松分工場は1945年12月完成予定で、生産能力は彩雲の月産70機、石川県と富山県の各地に9カ所の工場を含む予定だった。小松の助備町にある助備工場には1945年3月末に半田から何台かの機械が移設されていた。天山は旧式化したと考えられるようになり、疎開はされず半田製作所に残された。7.15 空襲で半田製作所医療倉庫に浴びせた機銃掃射痕。現在の半田赤レンガ建物1945年7月15日、半田市への本格的初空襲。戦闘機 P51 十数機によるもの。この日は名古屋市にも P51 約100機による攻撃が行われており、半田攻撃もこの作戦の一部だったとみられる。12時半頃、空襲警報が発令され、敵小型機が志摩半島南方海上より、知多半島に向かっているとの情報がラジオで流れた。13時頃か3から6機編隊に分かれた P51 が3波に渡って半田上空に現れ、超低空での旋回を繰り返し、急降下による機銃掃射を浴びせた。8名の市民が犠牲になった。また半田製作所医療倉庫で機銃掃射により火災が発生し、一部が焼失する被害があった。現在も、半田赤レンガ建物の北面には、多数の機銃弾の弾痕が残っている。爆撃の推移1945年7月24日、マリアナ基地から B29 が600機、硫黄島、沖縄、航空母艦から小型機が1400機発進した。B29 は、大阪、名古屋、桑名、和歌山、半田の5目標に分かれ、小型機が、その前後で援護攻撃を行うというものだった。7月24日早朝から太平洋沿岸に小型機約300機が活動中との情報がラジオで流され、警戒警報と同時に半田製作所の全従業員は出勤停止となり、自宅、寮で待機せよとの指示が出された。通常は警戒警報で注意勤務、空襲警報で避難、または出勤停止の指示が出されるのだが、7月24日に限り空襲必至という前日の状況から警戒警報で出勤停止としたのだった。この日、マリアナ基地を出発したアメリカ第20軍第314爆撃部隊の B2978 機は潮岬から紀伊半島を東海岸に沿って東北に進み、松阪付近から侵入態勢を取り、伊勢湾を横断して午前10時半頃、第1波が竹豊町方面から半田市上空に達し、高守町の一部と中島飛行機山形工場に対し爆撃を開始。B2978 機の編隊は高度4500から6000メートルほどの上空から爆撃を開始し、250kg 爆弾2149発、1トン爆弾数発を投下した。運量が8、10から10、10であったのでレーダー観測よって実施されたという。しかし B29 が肉眼ではっきり見えたと語る人も多い。爆撃時間は計18分とされ B29 側の被害は対空砲火により2機がわずかな損傷を受けたのみだった。数波に分かれた B29 による爆撃の直後から P51、P38 などの小型機が来襲し、機銃掃射を浴びせて、さらに死傷者を増大させ、救援活動を妨害した。小型機の攻撃は夕刻まで続けられた。死傷者、被害件数、被害の実態、特に死傷者数については、基礎資料がなく、今後の調査で、さらに増加することも考えられる。各資料の被害数は次の通り。半田空襲を記録する会が調査した死亡者の内訳は、中島飛行機従業員120名、半田市民121名、竹豊町民14名、南知多町民1名、海軍整備兵5名。半田製作所の本工場のほか、従業員寮、住宅が主な被害地であった。本工場、山形工場の被害滑走路除く、本工場には、大型爆弾が8発、中型爆弾が58発、小型爆弾が15発、投下、爆発。山形工場では、大型爆弾が4発、中型爆弾が25発、小型爆弾が6発、投下、爆発。本工場1665発、山形工場25発とする文献もある。死亡6名、負傷3名。工場建物全壊半壊等595,000平方フィート。本工場の南側に多数投下。4号棟などが全壊し、6号棟の東半分が破壊。滑走路付近も東外れを中心に110発の爆弾が投下され、滑走路北の格納庫と整備工場がほぼ全壊。滑走路内にも多数の爆弾跡が残された。飛行場で整備中の完成機10機余りは全機延焼だった。一方この日の時点では5号棟は無事だった。猛爆の割に犠牲者が少なかったのは出勤停止が指示され従業員のほとんどが就労していなかったことが幸いした。ただ徹夜勤務の残留者と防空関係者の一部から犠牲者が出た。また滑走路に隣接する新居町地区にも 250kg 爆弾約100個の猛爆があった。一本木住宅地区、大池寮周辺の被害爆弾数191発。一本木地区死亡36名以上。7、元木池周辺死亡12名。7、元木池東岸には中島の一本木住宅地区があり、南岸には海軍兵の大池寮があった。7、元木池には大きな水柱が上がり、一本木住宅地区に約50軒建っていた家は1軒もなくなった。この住宅地区は全体として建設途上にあったため防空壕が掘ってある家は少なかった。爆撃後しばらくはゴーストタウンのようになり、人が近づかないほどだった。空襲直後に引き払った住人があるため、死者の実数はつかめていない。一本木住宅地区の松林に、航空用ガソリンを疎開していたところ、これが爆撃され、3日間ほど燃え続けた。次の爆撃の目標になるから、すぐに消火するようにとの命令と地元住民の要求が出たが、ドラム缶が次々に爆発し危険で手がつけられなかったという。長根寮、新地寮付近の被害爆弾数75発。死亡48名、負傷者多数。横川池の南約500メートルに中島の長根寮があり、ここに朝鮮北部からの徴用工1200名が収容。寮には防空壕がなく、この日、徴用工たちは横川池西岸のうっそうと茂っていた松林に避難したが、なぜかこの松林を狙い撃ちするかのように爆弾が投下。1トン爆弾が投下された噂もあるが、確証はない。1983年に土地造成中の横川池から 251kg 不発弾が発見されている。平地寮付近の被害平地寮付近、仁井町、根木町付近を合わせ156発。死亡27名、負傷者多数。音川大松町、花田町一帯に中島の女子寮として平地第1寮、平地第2寮があり、女子挺身隊と女子学徒が集団生活を送っていた。爆撃の時彼女たちは出勤停止指示が出ていたため、出勤せず、寮にいた。寮には防空壕が掘ってあったが、湧水が溜まっていたため、多くの学徒、挺身隊員は、付近の植え込みの中やかぼちゃ棚の下などに避難したという。1945年7月27日の空襲では、半田製作所本工場の5号棟が破壊。この日と24日の空襲によって、工場の全屋根面積の 41% が破壊され、爆弾穴だらけとなった。5号棟は、西側の一部を除き大半が爆撃されて残骸が野ざらし状態となった。幸い爆撃を免れた2A号棟、2倍と号棟は一部修理して使用できる程度だったが、内部は惨憺たる状況だった。爆撃後1週間は生産が完全に止まった。戦後来た米軍の話によれば、次回の爆撃は9月を予定していたという。7月の攻撃によって、工場敷地よりも北にある多数の労働者の家が破壊された。それ以後は無断欠勤の割合が高くなった。本校の多くは群馬県の小泉から転勤してきたのだが、住宅破壊後、以前の郷里へと戻っていった。徴用工の一部も思い切って元の平和な仕事に戻ってしまった。製作所職員の概算では7月の空襲後常時1300人ほどの従業員が無断欠勤だった。また攻撃後の第1週で 80%、次の2週間で 65% の生産損失があったと製作所職員は見積もった。中島、半田に関係する軍の人数は1945年2月、現在で従業員数の 1.4% だった。軍の内訳としては、整備隊、工作隊、高射砲隊、監督官、憲兵隊の5種類である。海軍整備隊とは、第二相模や海軍航空隊に属し、高等科整備練習生を中心とするグループだった。実習訓練ということで派遣され、士官2名、高等科練習生25名、兵30名の構成。兵舎は高根寮と呼ばれた。業務は、整備工場などで採運に、プロペラや計器、燃料パイプなどを取り付け、空輸できる状態にすることだった。海軍工作隊は中島の籠池寮に従業員たちとは別当に約200人ほど居住し、横穴壕を掘ったり工場で作業したらしいが、詳しいことは分かっていない。高射砲隊は、高射、第2師団独立高射砲、第47大隊に所属し、1945年6月に稲沢、刈谷と同時に半田に配属された。半田の防空陣地としては、中島本工場5号棟屋上、本工場外の東、霧ヶ丘、土井山などに設営されたと言われる。機関砲か機関銃程度であったらしく、半田空襲でもほとんど役に立たず、アメリカ爆撃機の被害は2機の軽い損傷だけだった。監督官と呼ばれたグループは、名古屋海軍監督事務所に属し、半田の監督官事務所に常駐した。1945年1月の署員は、所長1名、海軍技術士官6名、事務員等4名、軍需管理官として、陸軍士官が2名。業務は、海軍航空本部との連絡、諸々の製品の検査が中心。ただ軍需管理官も兼任したので、工場疎開、労働力確保、工具の補給、協力工場の拡大などの仕事もあった。憲兵隊も、頻繁に工場や寮を見回りに来た。戦後の米軍の調査では次のように報告されている。製作所の敷地内では地下に移転した部門はなかったし、火災の延焼を防ぐために解体された建物もなかった。1944年12月の地震で壊れた建物の片付けはあったが、来るべき空襲に備えて火災の延焼を防ごうという考えによるものではなかった。製作所内では電力設備を保護するために耐爆風防護壁が設けられ、空襲から人員を守るために製作所敷地の外側に防空壕が掘られた。ラジオ放送局や海軍の電波探知局、地方警察署、製作所の持つ地方工場の見張り所から入る電話、これらを利用して入念に作られた空襲警報体制があった。警報は製作所のサイレンや警報ベル、拡声器、各工場の監視員によって伝えられた。製作所を積極的に防衛すべく22丁の高射機関銃を備えた警備隊が配属されていたが、空襲に対して戦うには有効でなかった。半田製作所の埋め立てや大津川駅のかさ上げで土取り、された阿久井町、横松地区の山で、1945年頃になると、今度はトンネル掘りが始まったという地元民の証言がある。中島の飛行機部品を疎開させる倉庫がありということで、ゆくゆくは地下工場にして飛行機を組み立てるという噂があったという。空襲があると防空壕代わりに使われ、半田からもたくさん避難民が来たという。トンネルは8本あり、入り口は幅5メートル、高さ3メートルくらいで松を区域に使い弾坑と同じ容量で80メートルだったという。戦後はハゲ山となり、県事業でコンクリートの土留めができるまで大雨のたびに鉄砲水に悩まされた。壕内の松の木は戦後取り出して燃料に使ったという。1945年8月15日の夕刻、省内緊急会議が開かれ、その場で軍需省は廃止との指示が出た。8月17日には緊急措置令として、戦争状態終結に伴い、直ちに一切の軍需生産体制を中止し、国民生活の安定確保及び、交通通信関係復旧に全力を傾注すること、といった指示が次々と出された。同じく8月17日、中島飛行機株式会社は業務の転換を明らかにするため、富士産業株式会社と社名を変更。定款を改定して、事業目的を紡績、漁網、農具及び車両の製造販売としたが、当面の緊急の業務は第一軍事工廠の整理業務にあった。同日、半田製作所も富士産業株式会社半田工場と解消。8月末には従業員にそれぞれ退職金を支払い、解雇した。富士産業半田工場では10月1日に整理部が編成され、小松、伊那などの各地に散在する施設や、資材の管理、集積、処分の整理業務を開始した。これにより中島飛行機時代に生産した製品が小さな部品に至るまで細かく破壊された。1945年11月24日、企業の解散や資産の処分を大蔵大臣の認可制とする制限解社令が発令され、富士産業も指定を受けた。そこで1946年4月15日、半田を含む15の工場はそれぞれ第2会社を設立し、15社に分割する案を大蔵省に提出した。しかしその案は不許可となり、15社を統一会社とする案を改めて提出した。ところが1946年7月2日、GHQ からの富士産業株式会社整理等に関する覚書により15社に分割して、各々の工場は第2会社として独立するよう解体の指令が出た。1946年9月6日には三井本社、三菱本社、住友本社、安田保全社の4大財閥本社と共に特殊会社の第一次指定を受け、富士産業は解体されることになった。そして、複数社への分割を内容とする再建整備計画に基づき、1950年7月に、半田工場は富士産業の第2会社として、愛知富士産業株式会社と称し、資本金3800万円をもって発足した。1953年1月に資本金を4000万円に増資した後、8月には社名を輸送機工業株式会社に改めた。本工場の敷地のうち、戦後は農地改革で未婚地はすべて買収の対象となり、半田製作所に残される工場用地の境界は建物から東へ10メートルとなった。結果、凸凹になった。境界線が長く輸送機工業の敷地境界線となった。中島飛行機、半田製作ところどころ歌は、1944年にレコードが作られた。日築工業レコード。作詞、西条80。作曲、新次、清。歌、伊藤武雄、安西愛子。この曲の歌詞は、半田空襲と戦争を記録する回。半田市別館半田市などの文献に収録されている。このレコードの B 面は突撃隊の歌。中島飛行機、太田製作所への昭和天皇の行幸を記念して、太田製作ところどころ歌が作られたのをはじめとして、小泉製作所にもところ歌が作られていた。そこで1944年3月になり、半田でもところ歌を作ることが決定された。4月上旬、作詞を担当した西条80が半田に来訪。5月1日、歌詞が到着。10月5日、曲が到着。11月4日の本工場を皮切りに11月6日まで4工場と主な寮で発表会を開催した。この時にはところ歌を吹き込んだ伊藤武夫、安西愛子も来園してくれ、各会場とも正会理に終わった。この発表会以後、工場の休憩時間や夜の寮の食堂でところ歌と突撃隊の歌を流して、その普及、浸透に努めた。また工場への通勤時、従業員は列を組み、ところ歌を歌うのが常だったという。本工場跡に建設された、半田ソーラー発電所5号棟より、東部は戦後農地として払い下げられた。5号棟より、西部は長く輸送機工業や衣浦カントリークラブの敷地となっていたが、2007年、輸送機工業は敷地規模を大幅に縮小して、大部分をトヨタ自動織機に売却した。売却後も数年間、フォークリフトのトレーニングセンター等に活用された範囲は限られており、広大な敷地が更地のまま遊休地として残されていた。そのため、広大さを生かして、三井物産グループによりメガソーラーが建設された。滑走路の舗装は、戦後早速に米国兵が来て、念入りに爆破して、使用不能にしていった。飛行場跡は、昭和27から28年に、小津川の農家の希望者に払い下げられ、滑走路にあった栗石は、伊勢湾台風後の護岸工事や、衣浦大橋の土台に使われたという。しかし、使用不能になりながらも、この地区は市街化調整区域になっているため大きな開発が起こらず、滑走路の輪郭は残されてきた。しかしながら、この滑走路を横断する形で、国道247号線バイパス建設の計画があり、将来の破壊の懸念がある。後に、山形工場跡に建設された半田市市庁舎1948年、半田市の公共施設事業費交際条例が制定され、これによる記載により、半田市は山形工場跡6万1000坪を買収し、各種公共施設の用地とした。最初に具体化したのは、下記の体育館だが、その後1960年に新市庁舎が建設されると、官庁街が形成されることになった。戦後の1949年2月に、半田市の都市計画街路計画が決定されたが、これは中島時代の計画を修正したものであり、1962年に新計画が作成されるまで、この計画が道路整備の基本計画であった。製作所と同時に作られた寮や住宅地は建物こそ残っていないが、亀崎、小津川地区の道路や地割りに色濃く残されている。半田市立半田病院の前身である半田市民病院は中島の診療所が戦後普通病院として再発足した半田病院を半田市が買収し設置したものである。現在の銀座本町4丁目と住吉5丁目にあった。移転と改築を繰り返したが、現行の病院は、かつての山形工場だった場所にある。中島の一層領内にあった、行動圏食堂を、かつての山形工場だった場所に移転したもので、発足した。この建物は、第5回国民体育大会の卓球会場として、使用された。現在の半田市体育館は改築され、場所も移転している。上記の専用側線と小津川駅の項を参照。ABCDEF 輸送機工業株式会社50年史、編纂委員会、編纂、輸送機新しき創造輸送機工業株式会社50年史、輸送機工業、ABCDEFGHIJKLMN、OP 半田空襲と戦争を記録する会。半田市、別館半田、戦争記録半田市、ABCDEFGHIJK 半田、空襲と戦争を記録する会、編、半田空襲の記録半田市、ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVW 芦沢俊一、中島、半田の建設から終焉まで、別冊半田郷土史だより第一部半田市の歴史を変えた、中島飛行機、半田製作所、半田郷土史研究会、ABCDEFGHIJKLM、第4編近代第4章半田市の成立と、戦時体制、新州半田市本文編中間半田市、豆腐人々、朝日新聞社、清水建設150年史編纂委員会、編纂、清水建設150年、清水建設 ABC 中日新聞社会部、愛知の航空士、中日新聞本社 ABC 朽木久直、輸送機工業株式会社市、半田空襲の記録半田市、ABCDEFGHI 半田空襲と戦争を記録する会、編、半田の戦争記録続半田市 ABC 石井、良三、中島、半田の用地買収や、賃借契約の実際、別冊半田郷土史だより第一部半田市の歴史を変えた、中島飛行機、半田製作所、半田郷土史研究会 AB、竹豊線物語記録社、新州交通新聞社、ABCDEFG 半田空襲と戦争を記録する会、編、米国戦略爆撃調査団報告書、半田空襲の記録半田市、対談記録彩雲を作った、人彩雲に乗った人、別冊半田郷土史だより第一部半田市の歴史を変えた、中島飛行機、半田製作所、半田郷土史研究会、米軍、第20空軍作戦任務報告書、半田空襲の記録半田市、黒田栄三、勤労学いたずらの集い半田会長会、別冊半田郷土史だより第一部半田市の歴史を変えた、中島飛行機、半田製作所、半田郷土史研究会、昭和19年12月7日東南海地震の震害と震度分布愛知県防災会議、ABCDE の野呂春文、7.24 空襲の被爆図、半田の戦争記録続半田市、阿久井町市本文編阿久井町半田市、編纂委員会、半田市地区市編を塚和地区半田市、半田製作ところどころ歌について、別冊半田郷土史だより第一部半田市の歴史を変えた、中島飛行機、半田製作所、半田郷土史研究会、豊田自動食器、フォークリフト販売店向け研修施設をオープン。株式会社イード、2014年4月1日閲覧。半田にメガソーラー三井物産など、年6000世帯分発電へ。中日新聞。2014年2月14日閲覧。半田市都市計画図。半田市。2014年3月1日閲覧。ABCD、第5編現代第一小敗戦から復興へ。新州半田市半田市 AB。上映会情報生誕100年映画監督、亀井文夫。東京国立近代美術館、フィルムセンター。2014年4月28日閲覧。アトフ、観光物、アトフ2001公式カタログ。山形国際ドキュメンタリー映画祭。2014年4月28日閲覧。客中に掲げた文献の他に、下記の参考文献がある。ありがとうございます。